今日の道内は発達した低気圧の影響で強い風を伴った荒れた天気となっていて、猛吹雪や暴風、高波に警戒が必要です。道内は石狩や留萌地方を中心に急速に発達した低気圧の影響で強い風を伴った荒れた天気となっています。午前8時半の獅子内付近です。私たちは今石狩方面に向かっているんですが、道路がホワイトアウト状態になっています。先月も暴風雪で複数台の車が立ち往生した当別町では、今朝も吹雪で視界が悪くなりました。街の人が通るような道をこう行くと割と吹き溜まりになってて埋まりやすくなっているのかなと。こういう天気悪い日は通らないようにしてます。午後からは太平洋側東部やオホーツク海側南部でも風が強まり、猛吹雪などによる交通障害、暴風や高波に警戒が必要です。